先ほどのイエローカードが出たのを今紹介しています。オルンガ、おクリスティアーノ、クリアナイスカバー、タチです、タチです。まあラインをコントロールはしてますけども、はい、岡本ですかね、ちょっと絞り足りなかったですかね。はい、宇野木の左足のクロスからチャンスです。その後ね、接触しましたけど、はい、前半アディショナルタイムは3分の予定です。んこれ林前取る、はぁ、あ、林、林、というところ、これ林のシュートシーンですね。そうですね、まあ、キーパーに当たってゴールの方にボールがこぼれましたし、まあ、ここ相手の背中を取ったところ、こう左手でブロックしながらシュートのコースを作りましたし、まあ、それのうまさは出ましたけれども、もうこれ脇坂ジャジュー今日2本目でしたね、カバー入ってた。そうですね、同じ場所でしたよね。川崎は手元の集計でコーナー9本目ヘディング、ゴールカバーした、ファーでつなぐ、このコーナーからのヘッド中でクリアしましたね。山村のヘッドを守ったのは誰でしたかね。石毛じゃないですかね。石毛ですね、はい、石毛のゴールカバーです。打点の高いヘッドでしたが、あ、山村ですね、ああいった仕掛けが一つ出ることでまた次の、あ、ずれた、ビエイラ、ビエイラかわした、ビエイラのシュート、ブロック、ナイス、よく戻りましたね、ライン上で防ぎました、もう一度ビエイラのシュート、広島の猛攻をなんとか防いだ仙台、チャンスを与えましたけれども、まあ、こうかわすまでは落ち着いてましたけれども、最後平岡選手ですかね、はい、平岡です、カバー入りました、まあ、あの最後は一か八かで読みをねかけたと思うんですけれども、この最後のシーンではね、はい、まあ、斉藤学、さあ旗手、外から下田の折り返し、左足を打ってきた、ナイスカバー、最後は森重ですか、室谷ですね、室谷、ナイスカバー、枠を捉えたのは旗手のシュート、これはでも下田の追い越しで崩しました、まあ、明確に崩しましたもんね。そうですね、はい、ピカ松田手を挙げます、低くて速いボール、ヘッドスラッシュ、ここはよくかき出していきました、このシーンです、ナイスクリアですね、はい、どうぞ、入ってないですか、入ってません、クロスバーの下っ面、乾いた音を立ててバウンドして出ておりません、もう一度ちょっとスローモーションで見てください、あ、ライン上ですね、はい、これやってみるとね、全部が入らないとこれは得点にはなりません、さあ大分フリックして、ここに岩田です、絡んでくる、さあ田中達也、シュート打てるか、かわした、ガラキャー、あ、今のシーンですね、そうですね、まあ、ここでボール受けた時、福島から送ってくる、伊佐がセル、消えたボールはヘディング、これ横クリア、ビッグプレーが出ました、今エドアルドですかね、素晴らしいですね、はい、いやこれフリーキックからですね、逆サイドのエベラルドのヘディングですね、いや本当にオンゴール、もうラインの真上じゃないですかね、
ギリギリですかね。本当に今シーズン VR ないですからね。はい。